まれて。おじいさんって今ほとんどのタイトル持ってるんだっけ？全タイトル持ってるから平均年齢21歳になってる。藤井くん感想戦も強すぎて一部の棋士から感想戦ハラスメントとか。感想戦ハラスメント。だから人生プールはクソゲーなんだよな。あれクソゲーってか、あれはゲームでさえないんだよな。目的も戦うの、お前もうよくねこれ。藤井くんの好き嫌い見たらクソおもろいぞ。藤井くんの好き嫌いどっちも。藤井くんのこと嫌いなやつって何よ。もう人生で何かあったろ。藤井くんの好き嫌いは元気のそれとは格段に違って頭悪く。あ、そうなんだ。発表。慣れて。藤井さんって今ほとんどのタイトル持ってるんだっけ？全部やで。八冠やぞ。ああ、藤井くんついに全部手に入れたんだよな。あれなんか一応ね、なんか前人未到のあれって確か全部取ったのって。ハブさんもできなかったみたいな話じゃなかったっけ。そうらしい。ね。漫画よりも漫画してるよ。初だよ。全タイトル持ってるから平均年齢21歳になってる。化け物ってこと。全タイトル持ってるから平均年齢21歳。最近リスク増えたから。おもろすぎ。タイトルしとくの平均年齢が21歳。化け物だよ。草。羽生さんの時には7巻までしかなかったんじゃなかった。ああ、どうだ。そうだ、7巻までしかないから。ハブさんも結局まああれなのか、その時できる最大は出してるってことか。結局すげえな。藤井くんがもし神様がいたら何をお願いするか知ってますか。知らない。何？自分より強い将棋棋士かな、もしくはあの歴史上にいる最強の棋士と戦うとかなかな、そういう系かな。何を願うんだろう。ああ、そういうこと。神様と。かっこよすぎるだろ。マジか。かっこよすぎない。マジか。やば。え、それ一番かっこいいね。かっこよすぎん。え、それやばいね。え、めちゃくちゃかっこいいなそれ。漫画超えてる人。ああ、ね。え、ガチで行きすぎないそれ。そのなんていうのかな、ジョークとしてもめっちゃ行きだし。かっこよすぎるだろ。うん、ギリ本当に思ってそうだし。藤井くん感想戦も強すぎて一部の棋士から感想戦ハラスメント。感想戦ハラスメント。好き嫌いドットクーで藤井聡太の悪口やつってどういう、どういう、何を一体嫌いだったんだろう。あれ少年棋士時代になんか藤井聡太くんにボコボコにされたとか、そういう感じだから、うん、嫌いになる情報がないだろう。あれなのかな、負けた棋士のクソファンとか、ワンチャン。藤井アンチは昼食代の話しかしてない。名だたる棋士が雑魚扱いされてるのが嫌で、やっているのなら見たく。あー、なるほどね。確かに、まあそれはまあわからんでもね。まあそれ藤井聡太くんが悪いわけじゃないけどな。林立てるマスコミは悪いけど。将棋ファンと羽生世代のおじさんファンの中身は未だに羽生世代が藤井くん一以下役。そういうのもあるよな。今まで自分がファンになってて、もう応援した人たちがバコンって抜かれて、その人は神格化されてたら、まあそのある意味嫉妬っていうか嫌だとか、そういうのはあるかもな。確かに、うん、そういうのはまあ確かに、まあそれでちょっとこう気に入らんはあるかもな。あとはそういう世代たちは書き込んでなさそうだけど、なんかそれこそさ、ツイッチのスレとかだとさ、なんかなんか、あれだね、ファンタがさ、今もうめちゃくちゃ伸びてるじゃん。いや、ファンタを認めない層みたいなとかいるんだよね。老眼みたいなやつが。そういうのがやっぱり一部残ったりするんだよ。そう。もう普通に事実としてファンタもキングに近い存在になってるから、そう。気持ちもわかるけど、うん。まあなんか全員の配慮と全員の頭の硬さが影響してるよな、それな。そういうのって大体だから、そもそも別になんか仮に藤井聡太さんがすごいとしても、じゃあその他他の棋士の人たちを蔑む必要もないし、抜いたからって別にその人のことをね認めない必要もないし、そう、どっちもすごい、どっちも楽しむでいいのにな。そう、そうなんだよね。何なんだろう、どういう意図なのか分かんないけど、多分抜かれた人のアンチが騒いでるんだよな。まあアンチっていうか、どうなんだろうな。そう、まあまああれは心の内なんじゃないか、多分。嫌いでは元気はなぜかいつもその覇権争いしてる2人のイカ役。参拝してるんだ俺。俺は参拝してるらしい。まあなんかね、嬉しいことではあると思うけどな、その自分のことのようになって、まあその多分基本的にそのなんかほら、なんか多分空っぽなんだと思うんだよね、基本的に。空っぽだからこそ自分を他の何かに投影して、それでこの自分のこの自己顕示をこう満たすというか、そういうようなもんだけど、だからそういう意味で言うと、もうシンクロしてんだよね、あれ。シンクロ率が 100% になってんだ、あれ。エヴァンゲリオンなんだよ、俺たちって多分。ある意味。みんなエヴァンゲリオンなんです。
そういう人が延々バトルしてるのよく見るわ。でしょ、あゆたちはみんなエヴァンゲリオン乗ってんのあれは。うん、だからあなたたちは逃げないでしょ。そう、逃げちゃダメだって言われてるから逃げないんだあれは。私だけをただ見つめて微笑んでる人たちなのか。そういうことです。要するにあれはエヴァンゲリオンなんです。彼らは、いや彼らはってか俺たちはエヴァンゲリオンで、彼らはパイロットなんです。ファーストチルドレンなんだよあれ。そういうことだな。だから彼らは気に入らないことがあると怒り言動になるんですか。そう、暴走するの。まあ子供というのはね、僕は思います。あの年齢を指す言葉ではない。子供かどうかというのはその人の歩んできた人生を指すことだと僕は思います。ええ、だから僕は少年でも子供と言わない人もいるし、大人でも子供だと思う人もいるし、どれだけのこう人生を歩んできたのか、それが大事なんじゃないでしょうか。ねえ皆さん、ねえ皆さん、いや素晴らしいことだよ。いやそうなんですよ。そもそも自分が大人かどうかはね、自分が決めることじゃない。周りが決めることなの。うん、そういうのは価値観は他人が決めることだからね。そうなんで、そもそもね、自分で決めることじゃないから、自分は大人にならんとしたらいいと俺は思います。わしはもう大人足らんとあればいいんじゃないでしょうか。そう、ならハゲてるかどうかも相対的な評価だから、そう、客観的に見た時に俺はハゲてんだろうな、俺は いくら自分がハゲてないと思っても、客観的な評価を見た時にやっぱハゲてるってやるからハゲてんだろうな。そう、そうなんだよ。悲しいことに、まあ俺はハゲてるとは思わないけどね。けどなんかね、大人になって思ったけど、海って何が楽しいんだろうな、あれ。海に行くの、子供の頃あんなおもろかったのに、沖縄行った時に、海に行って、その、チャプチャプ浮いてんの、一体何が楽しいのか分からなかったわ。あれ、ぶっちゃけな話。浮き輪に浮いて、ぷかぷかしてるだけだし。なんか、だからマリンスポーツはおもろかったんだけどな、逆に。パラセーリングとか、ダイビングとか楽しかったんだけど、そう。マジで海でただ、チャプチャプしてるのがおもろいのは、本当に何がおもろいんやって。あと、プールも別におもろくなくね？プールとかも別におもろくないんだよな。プールもウォータースライダーがおもろいだけなんだよあれ。うん、そう。でしょ、プールっておもんないよな、どう考えても。いろいろ考えたんだけど、大人、昔の大人はさ、プールおもろいって言ってたわけじゃん。で、今の俺らもうおもんないと思うじゃん。多分単純にもうエンタメが発達しすぎて、プールがもう多分おもんなくなっちゃったんだろうね、多分。だから昔のゲームやってもさ、全然おもんないって感じのと一緒で、多分そう、世の中におもろいことが発達しすぎて、昔のエンタメまで全部ゴミになったんだろうな。けどさ、そう思った時にスポーツってすごくね。サッカーとかバスケとか野球ってまだ全然おもろいじゃん、エンタメとして。すごくね。そうなんだよな。だから競うからなんだろうな。だから競わない。そうだね。競うからなんだろうな。結局ゲームって PVP だから楽しいんだろうな。だから競わないゲームでおもろいのってすげえんだろうな。動物の森とか。あ、目標があるのもずるいな。確かに。そういう意味で言うと。プールって目標もねえもんな。目標も何もないゲームって存在するのかな？ないか。目的はあるけど目標はないじゃん。目的はそれは友達と行くっていう目的だけど、それは違う。目標が。だから、プールはクソゲーなんだよな、あれ。クソゲーってか、あれはゲームでさえないんだよな。目標も対戦相手もいないからね。逆にプールで目標があるやつはプールおもろいと思ってんだよ。例えばさ、プールであれやってるやつとかね、競泳やってるやつとか、ああいうのやってるやつらはさ、プールの中に目標があるから多分プール神ゲーなんでしょ。そう、水球とかみたいなさ、シンクロナイズドスイミングとかさ。そうじゃない、俺たちはマジクソゲーなんだよ、プールって多分。要するに俺らが悪いのか。プールで目標も何も 見定められない俺らが悪いのか。これなんでこんな話をしたかっていうと、世の中のゲームでおもんないゲームとかあるじゃん。おもんないって感じるゲーム。例えば今回で言うと、俺はアークはそんなに楽しくなかったんだよね。目標がなかったからなんじゃないかなと思ったんだよね。だから、おもんないと思うゲームに対して目標を定められるかどうかがすげえ大事な気がする。そう、だからもしかしたら目標がマジで大事なんじゃないかなっていう。この間俺は人生において楽しむ才能がある人は大事だと思いますって言ってたんじゃないですか。でも DM 来
来たんですよ。じゃあどうやって楽しむんですかって具体的に言ってきたやつがいて、それはもしかしたら答えは自分で目標を定めることなんじゃないかっていうふうに思いました。そう、やることがなくなった。ああね、そうだよね。目標なんかさ、あの海原さんの言葉に、あの一日一個上手くなるっていう目標を定めてんだよね。海原さんが一日一個上手くなるって、これ多分ずっと長い間、多分海原さんとかさ、格ゲーマーの人たちはさ、もうひたすら同じゲームをし続けてきたわけじゃん。あの人たちって多分楽しむことの天才だと思うんだよ。ゲームを最強の方法なんだろうね。一日一個上手くなる目標を作るっていう、その日の目標一個とにかく設定することってずっと楽しみ続けるっていう。なあ。